ずいぶん春らしくなってきまして、最初にまず1曲ちょっとまあ聴いていただこうかなと思うんですが、モーツァルトの今日は古典派の、ジャンルのペダルの使い方も入るということで、古典派の曲をたくさん用意してますので、最初にモーツァルトのソナタの330番の1楽章Thank you.
が成り立っていますので、なかなか厳しいところなんですが、でもこの春がやってきた感じに合わせてモーツァルトを、朝に聴くっていうのはすごくいいんじゃないかなと思って、さっきつらつらと考えていたところ、じゃあ第1回は最初にワルツを弾いたと思うんですね。じゃあ第3回は何を弾くのかなと思ったら、まあチラシを見たら幸いなことにトロイメライが書いてあったので、あトロイメライを弾けばいいかなと思ったんですが、まあ、第4回第5回は一体何を弾けばいいんだろうっていう、朝一番のプロコフィエフのソナタっていうのもちょっとハードですし、一番短い曲っていうとラフマニノフのプレリュードの、オーパス3の2ですので、一番最後は10月ですかね、まだそこまで寒くなってない、きっといい天気の日に朝一番で出かけてきて、じゃあ講座始めますよって言っていきなり、会ではありませんので、毎回最初に弾くかどうかちょっとわからないですが、今日はモーツァルトではこんな感じのペダル使いをしますよっていうのを最初に見ていただければ楽しいかなと思って、あえて弾きました。